学校は楽しいですかって聞かれたとき、私、みんなが楽しいって答えると思ってた。あの子の気持ちなんて考えたこともなかった。今度声をかけてみようかな。大切にしよう、一人一人の気持ち。だって楽しなければ学校じゃない。いじめのない学校、それはみんなが毎日楽しい学校。